そうなんです、やらせていただいております。また放送局はね、あれなんですよ、僕は毎週金曜日夜7時からなんですけれども、レディオメリー、皆さんレディオメリー聞いたことあるよという方、もしか知らないよって方、今全員上がってるはずなんですけど、ね、よくちょっと見えない見えない見えない見えてないんだけど、レディオメリー知ってます、レディオメリー知ってますか。ありがとうございます。レジャーベリーの毎週夜、まあ、金曜日です、金曜日、今日のね、夜7時から里亀 GT というですねラジオをやっております。これ知ってるよって方、知ってるよってこと、あ、いた、一人、すいません、上げてない人は今辞書で気を使うって調べてください。言って、もっと本当ですよね、だんだんこれへこんできちゃったもん今。いや、歌う前にテンション上げてください、しっかりね。そうそう、もうそれやらせていただく。あと、栃木テレビすげー出てるじゃないですか。栃木テレビ皆さん見てますか。めちゃくちゃ出てる。栃木テレビ知ってるよという方手挙げてください。そのまま手挙げっぱなしにしておいてください。疲れる。栃木テレビを見てるよという方そのまま手を挙げっぱなしに。そして毎週木曜日の夜7時からサトカメ GT というテレビを見たことがある人はそのまま手を挙げておいてください。下がった。それはずるい。それはあなたがずるいです。もう周りの人コンタン見え見えじゃないですか。下がってったもん。60代以上の方が、ね、方の調子の問題に下がってただけです。そうですよ、そうです。びっくりしたわ、この後。そうなんですよ。これだったらもうちょっと、この後歌っても完全にアウェイですよ。皆さん、一応確認しますけど、めちゃくちゃ喋ってますけど、この人ただのアーティストですからね。お笑いさんじゃないですからね。そうなんですよ。お笑いの方はこちらです。僕はアーティストとして今、そうなんです、歌を歌わせていただいたりですね、楽曲を提供させていただいてるんですよ。すごいですよ。ルーヴもだって今ラジオやってるでしょ、今。やってないですよ。水曜日でしょ。水曜日に CRT 栃木放送で永井瑠衣の水曜オリオン通りっていうラジオを始めたんですけど、びっくりですよ。永井君、水曜日オリオン通り盛り上げてよって言って、僕行くじゃないですか、水曜日初めて行って、で現場の人にすいません、どっかお店で盛り上がるようなインタビューできるとこありますかって聞いたら、お兄ちゃん、オリオン通りは水曜日大抵休みだよって言って、嘘でしょ。ほとんど店閉まってるね。なんで休み多い時に俺のこと水曜日に行かしちゃったんだって。 CRT 栃木放送のそのコーナーを聞いてる人多いと思うよ。ちょっと聞いてみる、聞いてみる、CRT 栃木放送の永井瑠衣君の番組、一度は聞いたことがあるよという方、どのぐらいいらっしゃいますかね。これ今マイク僕の心臓に当てたらポキって音しましたから、ね、心折れちゃう。折れちゃう。まあでも逆にこれを機にちょっと知ってもらいましょう。あ、そうですね、はい、僕らの存在性。僕でも今日は清水さんのために来てますから、僕は目立たなくていいんですよ。いやいやいや、一瞬なんか喋れたら面白いなと思って。